シュミット・アンドレイアス・ハンマー・シュミットは、ボヘミア出身で、ドイツで活動した、バロック中期の作曲家、オルガニスト。ツィッタウのオルフェウスと呼ばれた。彼は17世紀ドイツの宗教音楽において、最も重要で著名な作曲家の一人であった。アンドレイアス・ハンマー・シュミットは、ボヘミアの小さなプロテスタント共同体であったブリュクスで、 ザクセン人の父とボヘミア人の母の間に生まれた。1626年、家族は30年戦争の間、カトリックに改宗したボヘミアを離れなければならなくなり、彼らはザクセンのフライベルクに移住した。アンドレアスはこの地で音楽教育を受けたとされる。彼は当時のフライベルクでカントルを務め、街で最も有名な作曲家であったクリストフ。 デマンティウスの下で学んだことはないようであるが、デマンティウスを知ってはいたであろうとされる。多くの初期バロックの音楽家がフライベルクで時を過ごしているが、その中の誰がハンマー・シュミットに音楽を教えたかははっきりしない。いずれにしても彼はこの町に滞在中に素晴らしい音楽教育を受けた。ハンマー・シュミットは1633年にフライベルクを離れ、 ベーセンシュタインのルドルフ・フォンビューナウ伯爵の下でオルガニストの職を得るが翌年にはフライベルクに戻ってオルガニストを務めている彼はフライベルクに戻ってすぐに結婚し6人の子供を設けたがうち3人は幼少期に死亡している1639年に彼は再びフライベルクを離れてツッタウに移住しそこで クリストフ・シュライバーのオルガニスト職を引き継いだ。彼はその後の生涯にわたってこの地位にあり続けた。ツイッターでの音楽活動は30年戦争のために深刻な被害を受けたものの、ハンマー・シュミットは生き延び、1648年に戦争が終わった後、音楽活動はゆっくりながらも元の高水準なものへと戻っていった。現存するハンマー・シュミットのツイッターにおける 活動記録は1757年に7年戦争でオーストリア人に街が破壊されたために断片的なものでしかないが彼の活動のこの時期においてハンマー・シュミットはドイツで最もよく知られた作曲家の一人となりハインリッシュ追悼の世代においてコンチェルターと形式の代表的な人物となった彼は 非常に尊敬されており、様々な点で熟練者と言われていたものの、激しやすいという欠点があり、時には喧嘩を起こしていたようである。彼はまた、音楽家や市民のリーダーとしての活動で、かなりの儲けを得ていたらしく、街の邸宅と田舎の私有地を持ち、贅沢な暮らしをしていたことが明らかになっている。ハンマー・シュミットは、モテット、コンチェルト、アリアを執筆しており、 彼の作品はほぼすべてがコンチェルターと形式である。音楽学者のマンフレット・ブコフツァーによるとハンマー・シュミットは様々な点で出つの功績の質を落としたという。彼の作曲の多くは初期イタリアバロックのモノディ形式を宗教向きに本案したコラール・モノディの様式をとっている。実際ハンマー・シュミットはイタリアから持ち込まれた形式から離れて ドイツバロックの伝統を洗練してゆく第二世代の作曲家の典型である。ハンマー・シュミットの作品は400作以上が現存しており、それらは合計12の曲集に分けられている。モテットはハンマー・シュミット本人が記している通り、より保守的な形式を示し、教会コンチェルトは当時流行の様式をとっている。彼のコンチェルトの一部は大規模な楽団のために書かれて、 おり楽器と歌唱の幅広い組み合わせを持っている。彼は、こうした作品を、日曜日や、教会の祝日に執筆した。これらの構成や趣旨は、後のヨハンゼバスティアンバッハに例示されるようなドイツの、教会カンタータの予兆を示している。ハンマー・シュミットの作品は、ミサ曲でさえもコンチェルターと形式であり、それらは大抵競争曲とみなされている。ハンマー・シュミットは、 生涯にわたりオルガニストであったにもかかわらず、彼のオルガン音楽は現存しない、実際のところ作曲したという形跡すら見当たらない。いくつかの器楽曲が3冊の書物に残されている。これらのほとんどはドイツ北部で流行していたイギリス形式の影響を受けたダンス組曲である。ありがとうございます。